モニカ・ビッティはイタリアの女優。モニカ・ビッティとも表記される。1931年11月3日、ローマでマリアル・イーザ・シー・ショレリーとして生まれた。10代の頃からアマチュア劇団に参加し、ローマの演劇学校で学んだ。その後、舞台女優としてヨーロッパを回った。1954年に映画デビュー。1957年、 ミケランジェル・アントニオーニの劇団に参加し、サスライに、早くで出演した。以後、ジョージ、夜、太陽は一人ぼっち、赤い砂漠とアントニオーニ監督作品の常連となり、世界的に知られるようになった。1974年、ポルベーレ・ディステッレで、ダビッド・ディドナテの少女優勝を受賞した。1995年には、第52回ベネツィア国際映画祭で、 栄誉金失賞を受賞した。1960年代を通してアントニオーニとは、公私ともにパートナーであり、1968年にはアントニオーニからプロポーズされたが、結婚することはなかった。その後、1995年、ロベルトルッソ・ホベルトルッソと結婚した。ありがとうございます。